どうも、春間のギラです。本日は2月1日ということで、青春豚野郎はバニーガール先輩に夢を見ない、まあ、通称青豚の一番くじがあるということですね。その妖術フェスタでその秋葉原に行くので、朝一でそのついでに引いていきたいなと思います。で、まあ本当にもうちょっと早く出ないといけないので、ちょっとそのラインナップだけ欲しいの見ていきましょうかね。じゃあまずは、あ、これですね。もちろんのごとくで A 賞のこの舞先輩のフィギュアが欲しいですね。で、続いて B 賞で、 B 賞はなんかこのビジュアライズボードは多分紙なんですよね。なんかその最近あんまり紙よりもそのなんかアクリルボードとか、ああいうのに最近ハマってて、まあ、そこまで欲しくはないんですけど、まあ、一応この B 賞の舞さんのは欲しいって感じですかね。で、 CD 飛ばして E 賞のこのミニ色紙はもちろん舞さんの3枚、舞さん3枚と、まあ、あと翔子さんと、あとはロジカルウィッチ、あのその双葉リオナが欲しいって感じですかね。で、あと F 賞はまあここはもちろん舞さん2人と、あとはまあそうですね、翔子さんと、まあこれも双葉リオは欲しいって感じですかね。で、ラストワン賞は多分無理でしょうっていう感じですかね。はい、そんな感じのところが欲しいっていう感じで引いていきたいと思います。じゃあちょっともう時間もないので、ちょっと準備していってきます。ということで、引いてるところどうぞ。いってきます。参ります。はい、何回引かれますか？1万円で引けるだけ。あ、よろしくお願いします。少々お待ちください。はい、780円。舞さん欲しいね。1万円で引ける数は12回ですね。12回で。1万円。ありがとうございます。舞さん。お願いします。はい、はい、間違いございません。どうぞお越しください。A、B、C、D が大当たりです。いやー、もちろん A 賞で。おお、すごい！うわー！やばない。おめでとうございます。A 賞、3枚。やばない。いい賞。すごい。申し訳ない。4枚目。ああ、X 賞。やる、 B 欲しいな。 B 欲しいよな、舞さん。いい賞。ミッションも選べる色紙なので。あ、確かに。はい、すごい。舞さん。一緒。舞さん。半分以上はね、やばそうなんですよ、今回。舞さん。B。舞さん。これで。ラストですかね。B は。はい。舞さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 F 賞が7点、こちらからランダムです。1、2、3。はい、どうぞ置いててください。4枚、こちらからお選びできます。舞さん。舞さん。翔子さん。これ、選ばって、こうか。はい、以上です。はい、4枚目にさせていただきます。で、エクション、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、いかがだったでしょうか。あのね、正直言うと、その終始キモかった。うん。そのなんかもう本当に正直言うと、マジでキモかった。そのなんか、帰り自分でその動画を確認してて、なんでこいつそのなんか、一回一枚一枚引くたびに、舞さん、舞さんっていうのかが、本当にちょっと意味わかんなかったし、もうちょっと動画見ていただいたらわかる通り、本当外で撮ってるので、本当にあれをやってる自分になんか引いたっていうか、結構正直、キモかった。まあでも本当に何やともあれ、本当にまさかね、その一発目で A 賞の舞さんのフィギュアが出るとは本当に思わなかったですよね。いや、マジであれは正直マジでビビった。うん。てか本当にあの一瞬はさ、なんか普通にその YouTube とかカメラのこととか本当忘れたよね。もう余裕で素が出た。そのなんか隣にいるそのカメラ
マはそのクラスのリア友、普通のクラスのリア友、高校のリア友と弾いたんですけど、本当になんかその2人で弾いてるだけ、友達と弾いてるだけの本当にそんな感覚で感覚になりましたよね、あの一瞬一発目だけは。うん、そんな感じですかね。まあ、あとは本当にその後は見ていただいたらもう分かる通り、もうズタボロズタボロって感じですかね。まあ、ズタボロって言ってもあの B 賞もそんなに正直今あんまり欲しいと思わないので、まあいいのかなと思います。逆にそのランダム性があるのに触れたから、まあラバストとかにその分回ったんで、まあその辺はいいのかなと思いますっていう感じですかね。まあ一応合計金額としては1万円分、1万円分で計12回引いたので、まあそうですね、まあ結構、まあ、数は多いのかな、多いのか分かんないけど、まあ早速開けていきましょうかね。早く開けたいので、じゃあどんどんいきましょうか。まずはこちらですね、じゃん、はい、色紙から。こちらは E 賞ですかね、 E 賞のミニ色紙からですね。スタートは我が嫁桜島舞先輩からの、このバニーガール姿の先輩からのスタートですね。1枚目、はい、続いて2枚目、はい、こちらも舞さん、こちらはそうですね、サクタが手を顔に当ててるやつですかね。いい、これも、まあ、あんまり好きじゃないかな、個人的に。はい、3枚目、翔子さん、海辺の翔子さん。もう翔子さんって言ったら海辺ですよね。でもお姉さんキャラの僕として、お姉さんキャラ好きの僕としてはやっぱね、そのお姉さん状態のその翔子さんの方が好きって感じですかね。はい、続いては、待って、おっ、ちょ待って、それは修羅場だ先輩、ちょっと待って、先輩、それはダメだ先輩、ちょっと待って、それはもうドメカの波に修羅場になる。じゃ先輩、一旦待って、その本当に上手バレるから、もう後でいい、とりあえず先輩後で、うん、はい。じゃあということで気を取り直して、4枚目はこちらですかね、ロジカルビッチの E 賞のミニ色紙ですね。まあこちらは本当に、こちらもそのなんか、まあ、そうですね、ロリキャラがあんま好きじゃないっていうか、お姉さんキャラ好きの僕としては、まあ、結構好きですね。え、待って、てかさ、そういえばさ、舞さんのさ色紙って、待って、舞さんの色紙って3枚なかった、あれ、舞さん舞さん翔子さん、これ選ばってこうか、はい、ちょい、え、待って、3枚あるじゃん、3枚あるやん、うわ、待って、終わったわ、待って、え、待って、そんなことある、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、終わったー、やったわ、これ終わったー、マジで舞さんリアル目に1人置いてきたやつだー、終わったマジで、本当にこれ終わった、1枚足りねえよ、舞さん2枚しかないって、舞さん2枚しかないよ、もう1枚待って、あったやんけ、もうバカーマジでバカーマジで、本当こんな茶番やってる場合じゃないよ、もう詩先輩とか茶番やってる場合じゃなかった、本当に気づかんかった、茶番に気を取られてて気づかんかった、マジで、うわ、やった、もうどうにかします、これはもうどうに、あれかな、こんな田舎に。じゃあもう気を取り直せないけど、気を取り直して、こちらお次は F 賞のラバーストラップですね。一応これが多分一番下の賞になりますね。一応これは7個あるんで、全1、2、3、4、5、6、12かな、13種類、全13種類あるので、もうここはもう舞さん2人と、まあ、できたらロジカルウィッチ2人と、まあ、翔子さん回していきたいかなって感じですかね。で本当にもう全部舞さんだったらもうそれが一番いい、全部舞さんがまあ一番の理想だけど、まあ、無理かな、うん、1つ目、せーの、そい、はい、どっちってか、どっち向きだ、こっちは、はい、翔子さんシンデレラ姿、ウェディング姿か、なシンデレラ姿ってなんで、ウェディング姿の翔子さん、かわいいですね。続いてお2つ目は、いや、こい、舞さん、舞さん、ロジカルウィッチです、はい、ロジカルウィッチ。お次は3つ目は、あい、よいしょ、はい、待って、やばない、やばくない、待って、やばない、これやばいぞ、ちょっとやばい予感がしてきた。4つ目、せーの、そい、おー、きた、舞さん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 、じゃあ来た、舞さん来た、あと1人だ、あと1人、今度こそもうこれに関してはマジでコンプする、マジで舞さん、あと3つだ、あと3つある、マジでこれ作田とかマジ出るなよ、頼むから舞さん、いきやすい、もう気合い入れてよ、そのままカットせずに、せーの、ほい、あー、楓ちゃん、あんまり妹キャラに興味がない楓ちゃん、はい、続いてもうカットなしでどんどんいっちゃいますよ、ここはリアリティを求めていきましょう、せーの、舞さん、うお、きた、くっ、くわっ、くわっ、舞さん好きだー、はい、舞さんピント合ってる、いや、マジで可愛い、うーわ、なんか顔テカってね、顔、ちょっとマスク、いやー、待って、マジで来たわ、
これいいよね、その制服姿にバニーガールのそのコスプレっていうか耳をつけてるのがマジで可愛い。やった、うっそあ、いや、泣きちゃう、泣きちゃった。あ、布団あるんで、まあここにね、布団の上に置いてるって感じなんですけど、じゃあラストいきましょうか。はい、ラストはもうね、もうマイさんディオラストで、開き方見つけた。せーの、7個目、マイさん。はい、こちら、待って、かぶりなし、かぶりなしか。はい、ロジカルウィッチでございます。じゃあちょっと一人一人見ていきますか。はい、まず一人目こちら、はい、ポン、はい、しょうこさん、続いて、はい、ドカちゃんですね、豊浜のドカちゃんに続いて、ロジカルウィッチ。あ、ちょっと待って、俺やべえ、ロジカルウィッチって、待って、ロジカルウィッチってずっと言ってた。待って、ロジカルウィッチって、そのなんか、その友達とかと話すとき、なんかロジカルウィッチってめっちゃ呼びやすいから、その双葉リオじゃなくて、僕普段そのなんかそのロジカルウィッチって呼んでるんですよね。待って、やべえわ、ここまでずっとロジカルウィッチって言ってたんじゃん俺。まあいっか、まあいっか。で、マイさんですね、マイさん。いや、マイさん2つ出たのやばくない、普通に。はい、マイさん。最後に7つ目は、はい、こちら、カエデちゃんのこのラバストですね、7個目。って感じの7個ですかね。いやー、でも待って、本当に、あ、でも待って、同じキャラで被ったのがマイさんだけ。同じキャラでそもそも被ってるのが、もうマイさんだけって、これなんかもう、運命、これ運命かな、もう運命だ。そう、なんかさっきしょうもない茶碗っていうか、本当にマイさんには申し訳ないけど、なんか本当に結構シラバーチックな感じに一緒になっちゃったけど、本当にやばいわ、もうこれもう、マイさん本当にもう、マイさん好きだ。はい、そしたら皆さんお待たせいたしました。僕が一番お待たせいたしました。こちらですね。はい、A 賞の、バニーガール姿のマイ先輩フィギュア、 A 賞のフィギュアでございます。マイ先輩そのものでございます。はい、はい、じゃあこちら開けていきましょうかね。はい、中身はこんな感じでございます。意外とすっからかん、意外とすっからかんってか、フィギュアしか入ってないですね。あんまりそうなんか一番くじのフィギュアとか引いたの本当に久しぶりだったんで、本当に、おーい、はい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 、来ましたよ。はいはい、どうですか、開けちゃいますか。開けて、ちょっと白いグローブつけよう。そのね、マイさんを怪我さないようにして開けていきましょうかね、これは。せーの、はいはいはい、出ました。やば、なんかビニールついてる、そこまで。や、待って、やばいってこれは、待って、やばいって。はい、こちらでございます。はいはい、ちょっと近くで一回転してみますか、ぐるーっと。あ、ここね、ここいいね。はい、こんな感じでございます。やば、待って、マジか、これはやべえや。うん、あのタペストリーとかの感想とかと違ってね、すげえや、もうすげえわ、うん、もうどことは言わないけどすげえわ、うん、もう突き出てるよ、突き出てる、うん、突き出てるのと、いやでも、いや、いいね。あと、なんだろう、ここな、ピンクの、なにこれ、何をイメージしてんのか分かんない。この下のクッションかな、クッション、豚の顔がある。ほら、豚の顔、なんだろうこれ。あ、アニメ中に出てはないよね、うん、アニメ中に出てないと思う。あ、豚、そう、普通に豚野郎が、あ、じゃあ豚野郎ってことじゃん、そういうことか、豚野郎だから豚なんか、そういうことだ。あ、そういうことか、じゃあこれサクタってことか、サクタか、なるほどな、そういうことか。あ、豚、あ、なるほど、あ、そういうことか。あー、なるほどね。いや、でもね、そのやっぱ個人的には、そのなんかお尻とかよりも、その本当にこの網タイツもいいけど、何よりも一番僕的にその好きなのはここですね。ここ、わかるかな、ここ、この、あ、違う、その変なとこまで行ってないよ。ここね、このくびれが、ほんと、くびれ愛好家としては、ちょっとこの腰が、うんって、この腰が、うんってもう、サッカーのシュートするみたいに、ひねって後ろ向いてるのは、ほんとにめちゃくちゃ個人的に好きですね。はい。このくびれがマジで僕好きなんですよね。なんかその、ほんとにもうこの、もうある上のところとか、そのこの辺とかよりも一番その僕的に好きなポイントはくびれなんですよ。くびれ好きとしてはこの腰がね、もはい、ということでいかがだったでしょうか。今回は青豚の一番くじを引いてきましたが、本当にですね、そのこの一本前の動画に上げたように、妖術ベストのその2万円と重なってですね、本当にもうね、その高校生も破産でございます。はい、もう高校生そろそろ破産ですかね。はい、でもまあその辺はどうにか頑張っていきたいと思います。だとはそうですね、そのなんと言っても待ちに待った1年4ヶ月を待ちに待った待望の青豚最新刊、青春豚野郎は迷える瞬間に夢を見ないが、もうすぐ2月の14日ですかね、発売されるので
で、まあそれぞれの他のその一番くじを引かれていた YouTuber さんとかは、まあ、僕よりも本当にもっと影響力もあるし、本当にチャンネル登録者数も多いので、まあその宣伝をちょっとしてほしかったですけど、まあそうですね、本当にこの青豚のその最新刊がめちゃくちゃ楽しみなので、また1年4ヶ月ですよ。本当に長かった、いやー本当に長かったな、1年4ヶ月、うん、そんな感じのその青豚の最新刊が発売されるので本当にめちゃくちゃ楽しみでございます。でも何よりも、でもやっぱ何よりも、まいさん好きだー、大大大好きだー。最後までご視聴いただきありがとうございました。バニーガール姿のまいさんに実際会いたい方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。であとはそのツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう。